ムックスタディ日本の歴史第36回目でございます早速リクエストフォーム来てますので、はい、読みたいと思いますラジオネームハチャボウの父ハチャボウというお子さんがいるんですかねむーちゃんみたいなねハチャボウの父さんから頂きましたいつも楽しみにしています楽しみに聞いています、はい 30代の父ですが、聞くシチュエーションは、片道15分の車通勤中です。何度も聞き直して、同じところで爆笑をしたりしています。例えば、武士の話とか。まあ、ありがたいですね。ありがたいですね。もう,ちねもう、ハチャボの父さん、我々の、うん、何ですか戦略じゃないですね。思惑。思惑に、しっかりハマっていただいて、嬉しいな、なんて、ね。いいで,ね、でも、わかります。この車、ね、うん、あの、僕も、 車でよく聞いてますからねやっぱり、ねね、そうですねぜひぜひあの皆さんも聞いていただいてということで、はい、えとまだ文章は続くんですね。はいえー、きっかけは、えー、夏休みで九州に行くにあたり明治維新ゆかりの地を回ろう回ろうと思った際です。その前に知識があったらいいと思いいろいろ探して、えー、この番組を見つけました。小学2年生の息子に さらに内容を噛み砕き面白おかしく教えるようにしています目的は子供へ教えるためがメインでしたが自分の趣味へとシフトしつつありますさらに知人との雑談時にも知識は大活躍していますいいですねありがたいですね <laughs> ありがたいですね,ね僕もあの小一の息子いるんですけど、うん、一切何も教えてない <laughs> 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 興味ない可能性が高いんで <laughs> まあ、はいまあ、あのね興味のある方がねどんどん、あのー、知識を取り入れていっていただければと思うんですけども、ねはいえー、リクエストは新潟出身なのでこれから探求したいと思っている上杉信です、はい、ライバルの武田信玄も気になりますもちろん脱線ウェルカムかつリクエストスルーもウェルカムですもう本んにもうなんか常連さんみたいな。<laughs> <laughs> <laughs> 意見でですすねねいいいやいや本当嬉しちなみに学生時代が、えー、苦手すぎ歴史ですね多分ね、はいえー、苦手すぎむしろ嫌いでしたがこの番組をきっかけに大好きになり今や歴史の本を買って読むようになりましたああすごいですねすねごい歴史を好きになるきっかけを作ってもらい感謝しかありません楽しみにしていますずっと続けてくださいねともうありがたい本当に もうでもなんか、この番組を作った趣旨に、あの、非常に。そうなんです沿った形で。沿った形で、もうしっかりハマっていただいて。あの、歴史好きだけの番組じゃなくてそうですね。あの、普通の人が歴史を好きになってもらえたらっていうのがね、コンセプトでありますからね。はい。はい。ということで、今回のリクエストは上杉謙信ですが。もうこれはリクエストに答えて。答えて。あの、上杉謙信行きましょう。なるほど。はい。ということで、今日の、今回のテーマ上杉謙信ということで。 ちなみに、ここにリクエストホームではありましたけど、上杉謙信はどこの人かっていうね、知ってました文庫は。知ってましたよ、それは。新潟のあたり。そうですそう。で、意外と例えば、当時、都といえば京都、で、何ていうか、織田信長とか、豊臣秀吉とかは、今でいう名古屋ら辺ですね、終わりなんで。 なのでちょっとね当時の日本地図的で言うと結構端っこの方っていうか貧鄙、うん、なとこにいてあの僕も上杉謙信あのすごい大好きなんですけど、うん、戦国最強なんでねねってて言われてますよ、ね、あ,そうありとあらゆる人の中で、うん、一番つ強いというよりも無敗で終わったんで、うん、あのとんでもない強さなんですけどでさらにあのいろいろねあのいろんなその。 武将によってスタイルがあるんですけど、はい、基本的に上杉謙信は自分で作戦を考え、うん、自分が大将なんで部下にももちろん有能な人はいたと思うんですけど割と合議制っていうか軍師みたいなねあの作戦参謀みたいな人がいてやるタイプとこういう、まあ、ある意味天才型の人がいるんですけども天才型の典型なんでうんもうむちゃくちゃ強いむちゃくちゃ強いプラス。 えとその戦国時代としてはかなり異質な人なん<ー>、うん、でまず一つが、まあ、戦国時代ってどういう時代かというと、はい、全員が天下取ろうと思ってるね、うん、戦国武将的な <laughs> 基本的に自分が最終的には天下を取って、うん、えと支配しようっていうのが根底にあるけど、はいうん、上杉謙信はかけらもないんで、えー、非常に珍しいっていうかないないっていうか いいないと思う基本的に自分の領土を守るためと、うん、まあこの時代この時代っていうのは弱肉強食なんで、うん、どっちかというと人のものをぶんどろうっていう、うん、まあ今でいう強盗みたいな、はい、あと殺人とかみたいな、うん、今で言うんですよ戦争だと英雄ですけど、うん、時代に基本的に助けてくださいっていう人と助けるか えと自分たちの国が侵されたときに反撃するだけなんで、うん、自分たちから領土を取ろうっていう戦争はしてないの、これがめちゃくちゃ珍しいというか、いないんで、そうですね、うん、あまり聞かないですね。でそれでいて無敗なんであの、要するに助けてくださいっていうことは、まあ、構図を考えればわかると思うんですけど、助けてくださいってことは弱い国じゃないはい。 攻め込まれたのは大体強いじゃない。うん、そこでやって無敗なんで、うん <laughs> も、もうめちゃくちゃ強いんですよ。<laughs> <laughs> <laughs> 容易に想像がつきそれでいて、しかも別にその相手の国を滅ぼそうとはないんで、うん、要するにちょっととっちめて、うん、別にそこを、まあ、別に滅ぼそうとは、自分の領土にしようとも思わない。うん、っていう、すごく、まあ、変わったというか、今でいう何非常に人間性が高いというかね。うん 人格者とかそういう,かそう,そういうのなんて当時はあのそれが正しいかどうか別に、ね、も,もしかして当時は天下取るのが正しいのかもしれない、はい、要するに価値観って時代によって変わっちゃうんで、うん、あれなんですけどあともう一つはあの戦国武将に限らず当時の日本の社会というか、まあ、今でもそうかもしれないし基本的に子孫繁栄で、はい、その自分の家が繁栄するためなので,、うん、なので普通は目かけとか当たり前。要するに、うん えーと一夫一夫制ではなくて、はい、一夫多妻制なのね、うん、それは何でかっていうとたくさん子供が生まれた方が家が繁栄するからなのに彼は生涯独身なんで女説が流れるぐらいちょっと異質な人でなだからそういうのは全く興味がないという結局上杉家は養子の人がつくことになって、うん、あの要するに実子というよりもそもそも奥さんすら持ってないっていうね、はいうん、非常に変わった方なんで。うんうん うんまあ、そこも含めてかなり神秘的なんか謎,謎の謎大きとい,いうかねう謎大きい人で,、うん、で例えば今で言うね例えば、まあ、ちょっと現代に、えー、やる例えが合ってるか分かりませんけど、はいはい、じゃあ現代は戦争とかあまり特に日本はないのでうん、うん、じゃ会社で言うとめちゃくちゃ有能なのに。うん 超人格者とかあんまなないいじゃない、うん、<laughs> ちょっとやり手だけど、ね、例えば女にだらしないとかんか何かしら人間らしい部分ってあるんだけど、うん、この人はだからある意味完璧な感じの人なんで<ー>すごく珍しくてうん、うん、でさらに本人は非常に禅宗っていうかその仏,仏門に非常にまあ信仰が厚い、うん、まあそれもあって多分弱者に強いっていうのもあるんですけど。うん 義を重んじる義っていうのは、えー、と要するにちょっと自己犠牲的な、うんうん、なんか誰かのために自分の命を捧げる的なものが、はい、まあ義だと思うんですけど、うん、その義を大切にしててでさらに自分は毘沙門天の化身だと毘沙門天っていうのは戦いの神のもう、はい、だから生き神だよねだから軍神とも呼われてる、うんうん、だから美っていうね超かっこいい旗を立ててはいはいはい、えー でそのライバルだったのは誰でしょう僕これ知ってますよ武田信玄ですね武田信玄の旗はなんでしょう風林火山よくわかっているわかりますよそれくらいちなみにあれが川中島の戦いって言ってねたまたま戦国ワンツーが隣り合わせだったんで戦っちゃうんですけどちなみに武田信玄ってまあ当時最強と目されてたわけなぜかというとさっきも言ったように上杉 剣神って野心がないからうん、うん、基本戦わないからうん、うん、強さが分かんない、うん、けど武田信玄は京都に登って自分が天下取ろうと思って、うんえー、武田信玄っていうのは山梨とか長野県を根城にしてて、うん、えと京に登ろうとしたわけねまあ今で言う多分、えー、幕府を作ろうとしたんだと思うんですけど、はい、天下当時は足利幕府の末期だったんで、うんえー、それに代わる自分が天下人になろうとして山梨から まあ京都に向かう途中、はい、途中にあるのがまあえと尾張、はい、要するに織田と三河のえ徳川、うん、そこ通過点なんでちょろちょろっと戦ったわけです <laughs> <laughs> はい 1>,、うん、1日で織田徳川連合軍壊滅なんで、うん、1>, 1日でこっぱみじんで、<日>で, <laughs> であまりの恐怖に <laughs>、はい、あの徳川家康がうんこを漏らしたんですね で、あれですね、あの、その絵を描かせたってことですねあまりにも怖すぎて、うん、あのちなみに後々天下取るのは徳川家康なんで、はい、もう怖すぎて、うんあ、あまりの強さに、うん、もうそういうぐらい、うん、連合軍にそれなのに、その武田信玄が、まあ一応引き分けになってますけど、うん、なってるけど、川中の自慢の戦いって5回やってて、ほぼ上杉謙信勝ってるんで、うん、あの、 田徳川に秒殺できるレベルを勝っちゃって、もうとんでもないレベルなんで高校野球、日本野球、メジャーリーグみたいなメジャーリーグなんだけど試合をしなかったから強さが分かんないそうすう、すごいですね。本当にすごいの。で、武田は24勝って言って武田信玄自体も素晴らしいんですけど、その部下が非常に優秀なのよ。後々 えー、有名になる、まあ、ちょっと前ね真田丸で有名な、はい、真田幸村の、えー、おじいちゃんも非常に優秀な人だったんですけど、うん、あれも武田信玄の中の一部下なんでんどんだけ武田信玄がすごかったっていう話で,ねそうですね。うん で結局武田信玄はまあ病死しちゃうから途中で天下、うん、要するに織田とか徳川か軽くやっつけてうん、うん、途中まで行って病気で死んじゃったから引き返して結局京都行くことはなかったんですけどうん、うん、あれ病気じゃなかったらあの織田も徳川も多分終わってたっていう歴史に威風はないんですけど、うん、ぐらいのレベルでじゃあもしじゃあ武田が天下を取って、うん、上杉も生きてたら例えば足利幕府から。 的に言うと、うん、自分たちがやられる側じゃん、はい、ということはあそこに助けを求めるわけ、はい、あの武田にやられそうだから助けてください、うん、したら過去の歴史、えー、戦いから見ると、えー、一応引き分けってなってんのね、うん、勝負ついてないけどもうほぼ優勢勝ちなの,あの上,杉上杉が。うん だから結局誰も天下取れなくて、うん、足利が死にたいのまま続いてた可能性もあるあ<ー>結局天下取ろうとしたら上杉がガンってやっつけるから、うんうん、そのレベルなんでなんとんでもない不思議な方ですね、うん、でプラスそんなねあの武田信玄とさんざん戦ってるんだけど、うん、武田信玄が最初、はい、敵対戦何回も戦ってんのに、うん 武田信玄が、えー、武田信玄っていうのはさっき言ったように山梨と長野県の辺りを陣地にしてますから、はい、海がないの、ね、よ、うんうん。で、えー、と南の方の、えー、今でいう小田原に、うん、えとあった北条と同盟を結んでたんだけど、うん、北条と仲悪くなって、うん、同盟が破棄されたわけね。そうすると海がない県だから、うん 塩って大事じゃん人間にとって北条からもらってたのに、うん、北条と駄目になったから要するに塩を止められちゃったわけそれであどうしようって言った時敵だった上杉が、うん、武田も助けちゃったで塩を送ったの <laughs> でそれが敵,を知る敵に塩を送るっていう工事の始まり、うん、ああなるほど、うん だから、ね、もう命がけで戦った人が弱ってたら普通はチャンスと見て攻め込むのに、ね、特に戦国時代なんてノールールじゃん勝てばいい世界なのにもかかわらず、うん、弱ってるから攻め込まないだけじゃなく、うん、塩まで送ってあげろみたいななんか本当に人,人格者なんですかね、うん、本当に神の化身かもしれないレベルなんで。 非常にそういう人がいたんですよ。なんかじゃあ、この時代だったら、あまり理解はされない理解されなただのクレイジーな人ね。まあ、まず、奥さんを持たないこと自体、逆に言うと親不孝なわけ。要するに家が潰れるってこと。まあ、養子は取るけど、実施はなくなっちゃうんでね。だから僕ね、戦国ゲームとか、まあ、今はやってないですけど、昔やったらもう必ず上吹いてるし。 むちゃくちゃ強いゲーム上でもめっちゃ強いなんかでも名前もかっこいいですよねそう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 上杉謙信っていうねちなみにね上杉謙信の前の名前もかっこよくて長尾影虎だからもっとかっこよくだから確か新潟の方のお酒で影虎ってあるんじゃないですかねあったかもしれないそこから来てるんだと思うんですけどだからね生き様も名前も全てが一応かっこいいと。 あもしかしたらその領民ねその住んでた人は、はい、都の天下取ってくださいよと思ったかもしれないけどんなんかねそういう人なんですよ。も<ー>、はい、もしかしかたら天下も取れ そうだ,ね、だからう、ね、あの天下を取るっていうか足利幕府が助けて、うん、でそれでね何回も助けてるのだから足利が最後に頼ったのは上杉なんだ <laughs> <ー>、うん、で何回も助けられたんだけど上杉謙信が四十何歳で死んじゃったから、うん、割と早く死んじゃったのあ<ー>まあ武田もそうだけどそ,で、ね、でそれよりもあの若かった織田とか徳川が、うん まあ年齢差があったちょっと生まれが早かったっていうのと、うん、あとあの死ぬのも早かったんで、うん、生きてる間はだから結局足利幕府は倒れてないの、ねうん、やっぱ何かあったらそこが助けに来るっていうのがあるからね。うん、じゃあもうほんとまあでもねこの番組やってって思うんですけど、うん、やっぱり。うん タイミングですねそうそうタイミングだから結局ね強いものが残るんじゃないっていうことですよねまあダーウィンじゃないですけどそうん。なんかね神の見えざる手みたいなものがありますからねだってあと十年もしまあ足らればね本当にイフはないですけど十年遅く生まれてたらもう全然もうすべてが変わってとか側とか戦力的にはもう話にならないぐらいそういうことです格差があるんでいや ちょっといやいやいやまあどうですかね皆さんねこの上杉謙信はいいっぱいね書物も出てますよねあとあの昔ね大河であの c k さんがやってましたねなんかかっこいいですね上杉謙信ってねいやぜひ皆さん上杉謙信いろいろ調べてだいてはい。 あと今後はねやっぱりリクエストもの通りにやっていきたいなっていう思いもありますので懲りずにリクエストをしていただければとそうあのね本当にねリクエストフォームたくさん頂いて最近多いのがスルーして頂いても OK ですとかもうルー前提のリクエストなるべくねそれに沿ったからでもついついこれも皆さんに話したいなっていうのが湧いちゃう時もありますそうですね あのまあ、これにこれずにですね、はい、あのなるべく広瀬は読むぞとよ、はい、リクエスト通りに話すぞという意思表示を今回させていただきましたので、はい、あのぜひぜひたくさん、はいえー、メッセージいただければなと思います。今回のテーマは植杉健進でした